ということでレスキュー隊に就職しましたー。レスキュー隊はそんな夏休みの小学生みたいな帽子かぶんねえんだよ。気づいたらレスキュー隊にさせられてました。赤いやつとの温度差よ。レスキュー隊とは、人命救助を任務とする組織である。いいお目覚めのようで、風船モルゲン。てか今回前置きなくいきなり始まるの？前置きなんて見てる視聴者さんがナイルだけですよ。前置きに3、3時間かけるこのチャンネルがよく言ったな。初めてやるゲームは初めましての人もいるかもしれないから自己紹介ぐらいしとけよ。これとこれとこれです。はい、私帽子だけだったぞ。マリサの本体あれでしょ？これ金八のメガネと同じ立場じゃねえか。よし、フラン朝のトレーニングを始めるぞ。あちなみに赤い人がレイムで青い人がフランです。はーい、大丈夫ですかー。お前死にかけの人そんなことしたら大変なことだよ。屈伸したら昔のクレヨンしんちゃんみたいな声出しますね。なんか表よ。あ、もうこいつとです。悲しみの向こうへとたどり。まあつまり単価さえ持てればいいってことですよ。不安しかない。ここの住民の命はお前らにかかってるんだからな。これは事件の匂い。直ちに出動。出動せよ。人命も大事ですけど、うちらの命も大事ですからね。安全運転で頼みますよ。任せとけ。こいつ病院の壁ぶっ壊しましたよ。人命のためだ。間違いねえ。人命のためなら何やってもいいってことではないぞ。でか、普段ちゃんと目的分かってるんですか。当たり前だろ。ここにちゃんと表示されてるから。なぎめんじ。お様のお家に突っ込んでんじゃないよ。ダイナミック駐車だし、どんな駐車方法あってたまるか。現場到着、現場到着。おかしいわね。あなたのメガネのことですよね。わかります。自分でおかしいと思っててかけるやつがいるかよ。誰もいない。うわ、いたずら電話かよ。マジかよ、最低だな。見て、あいつどうやってあんなとこに登ったんだよ。グラグラしてるみたいだけど。みんな座り込んで、どうしちゃったの。みんな背中にペロペロキャンディー刺してますね。みんなグラグラしてんだよ。とにかく早く病院にぶち込んでやりましょう。ちょっと別な言い方できないの。嫌な予感がするわ。霊夢の能力を使うとこになったようだね。能力、どうせ6でもない能力だろ。見たことないのんのん。霊夢、実は人と手と手を合わせるとその人の死に際が見えるんですよ。この4分間のマリーゴールドじゃねえか。おばさんの話そっちのけで、お前の話真面目に聞いた。とにかく病院に運んでやるのは否定しませんけど、お前に言われたくねえんだよ。だって自分で分かって言ったんじゃないですか。ああ、もう分かった分かった。そんなことより早く救助。人命第一だろ。全部で5人助け出すことができればミッションクリアだ。おお、大丈夫か。今すぐ救急車に運んでやるからな。いや、怪我人を引きずる奴がいるかよ。下手引いたす。これで引きずらずに搬送できますね。いやー、単価を出すって説明出てるから。バカ野郎、男は黙って素手だろ。お前ら二人とも女だろうが。Can you speak Japanese? おい、開けごま。お前はアリババじゃねえんだ。なんか、救急車の中でハイジャックでもしてんのか。怒らないから中にいる奴は出てしなさい。いや、そんな奴が本当にいるなら怒った方がいいよ。てか逮捕だよ逮捕。今すっぽい単価でそうだった。出せるもんなら出してみなさい。なんでお前は態度も発言も偉そうなのよ。単価背中見背負ってたのかよ。これが東大元暮らしってね。うっさー、単価があればどんな病気も治せるぞ。単価自体は病気は治せねえよ。てかさっき救急車の近くまで運んだやつを早く救急車に乗せろ。ご気分が悪い方はいらっしゃいますか。いやいや、まずはさっきのやつを乗せろって。はい、助けに来ましたよ。早く単価に乗ってください。お前ら家電とかかっても絶対説明書とか読まないタイプだろ。はいはい、乗らないなら次行っちゃいますよ。なんで軽く脅してんのよ。はい、1名様ご案内。どこからに行ったんじゃねえんだぞ。なるほど、単価を持ってしゃがめば患者が勝手に乗ってくるってシステムか。この単価便利すぎか。あとは救急車に近づけば勝手に吸い込まれるってわけだ。吸引力の変わらないただ一つの救急車。放送時期のキャッチコピーじゃねえんだぞ。おお、お前も乗るかー。いや、単価の下敷きになっちゃってるから、こいつ単価に乗ってきませんね。寝されたか。だとしたらお前らのせいだわ。おお、反抗期かー。その年で親に迷惑かけて楽しいのか。なんでその人そんなに言われなきゃいけないのよ。おお、やればできるじゃねえか。きっと親御さんも泣いて喜んでますよ。だからその人別に反抗期なわけじゃないんだって。こちらにメイト1は発見。鶏から先に救助します。お前救助隊やめちまえ。鶏はピンピンしてんだよ。おお、いい気はしてるかー。また単価に乗ろうとしませんね。そんなわがまま言ってるやつはこうだ。いや、なんかもう単価でグリグリしちゃってるからそれこそ寝されちゃうから。こいつマジで言うこと聞かないんですけど。もう放っておこうぜ。お願いだから諦めないで。こっちの青い方意識ありますかー。なんなんだよこいつら。なんだよ、何が不満なんだよ。不満があるとしたらお前らにだろ。俺のね、乗れっつってんだろ。そういうところだよ。お前らに命預けんのが無理なんだよ。あいつらきっとご臨終したんだな。この度はご愁傷様でした。お前らの方が気の毒だわ。こいつマジでバランス取るのうますぎかよ。この人東京オリンピックの走り幅跳びの選手じゃないですか。バランスはどこ行った。ああ、まあそんなすごい人なら何が何でも救助しないとな。何でもうあっさり諦めてんだよ。あんな高い場所にいる人無理ですって。てかこれもうあと3人、さっきのわがまま2人組と高い選手しか残ってねえじゃねえか。じゃあ絶対助けなきゃいけないってことじゃないですか。いや、絶対助けてください。お前らこのまま犯行続けたっていいことないぞ。そうですよ、親御さん悲しむだけですって。じゃあ親御さんのこと気にかけるじゃん。ダブル感謝。おお、対応だ対応。やればできるじゃないですか。お前らがちゃんとやればちゃんと乗るんだよ。はい、2名様ご案内。とりあえず生2つね。居酒屋じゃねえんだよ。枝豆もつけてね。だから居酒屋じゃねえんだって。よし、これで残りは1人だな。問題はこいつだな。とりあえず下のわら燃やしますか。そんなことしたら体も燃えちゃうわ。おせー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 。渾身のタックルじゃい。あこれで無事に病院に運べますよ。全然無事じゃねえから。よし、今日も定時に帰れそうだな。救急隊が定時気にしてんじゃねえよ。はい、無事にご命救助完了しました。無事の意味知りに聞いてったらどうだ。全員救出ね。じゃあ病院に急行よ。は？マジ言ってんのか。当たり前だろ、乗せて終わりなんてあるわけないだろ。はい、着きました。一体何倍速してんだよ。早すぎだろ。さあ帰ろうぜ。お前は帰ることしか頭にないのか。あれはプロフェッサー博士っていう人の最新の発明品らしいわ。さっき病院に届いたそうよ。
そんなことより救急車の中でクラクラしてる人たちをなんとかしなくちゃ。まるで催眠にでもかかってるみたい。そのクラクラをこのたった今手に入ったマシーンで直すってことですね。ナイスタイミング。それがこちら催眠解除マシーン。こいつがあればどんなクラクラだってお手の物の。マシーンを通り過ぎるだけであら不思議。早速使ってみようぜ。今都合良すぎって思ったでしょ。レスキュー隊には素直な気持ちが大切よ。早速使ってみましょう。はい、じゃあ順番にお願いします。自分で歩くことはできるみたいだな。おーマジか、催眠解除マシーンすげーな。この調子で他にもクラクラしてる人をどんどん直していこうぜ。とりあえず仕事初日は耐えていこうって感じだね。いろいろヒヤヒヤした場面はあったが、これは給料日が楽しみですね。もう給料のこと考えてるの。よーし、仕事も終わったし帰るぞ帰るぞ。帰りにいっぱいやってきます。2年サラリーマンかよ。マックはそのテーブルの上よ。こいつ霊夢たちにまだ働かせる気じゃないですよね。結局ここもブラックか。フラン誰か来ましたよ。新聞の勧誘ならお断りだぞ。黒い帽子、黒い服、マリサ。どこをどう見たらこれが私に見えるんだよ。わかりやすいようにこいつの名前はマリサにしよう。意味わかりづらくなるだろうが。ところでこいつ何しに来たんですか。新聞の勧誘しに来たようには見えないな。 NHK の集金か。うちテレビないんで。あれ、見覚えのあるペロペロキャンディーですね。あー、ブタさん。ブタさんがクラクラしちゃったぞ。どうか、こいつの仕業だったのか。お前らやる気なさすぎだろ。え、これ見せつけて帰るの。犯人を探してのは省かれたな。もしもーし、ちょっと聞こえてんの。やっほー。ごめんで私にアテレコさせんだよ。私の名はキャプテンブレイン。催眠ハットを作った天才よ。今から島中クラクラにしてやるわ。アドゥー、マリサよ、からぬことを考えてますね。友達としてちゃんと止めてやれないと。今の男がみんなをクラクラさんにしてる犯人ね。え、昔同じレスキュー隊だったの。あんな見るからに怪しい男と。なんでチームに入れたのよ。人を見る目なさすぎでしょ。あんな変な帽子かぶって一体何がしたいのかしら。早く捕まえなくちゃ。まずはテーブルの上のマップを取って。まあ、頼んな仕事をしつけてきたよ。人命救助第一。マリサがあんなクラクラマシン作るからですよ。マリサって呼ぶのややこしい。次の現場はビーチだ。霊の水着持ってきてないですよ。お前らは何しに行こうとしてるのだ。人命救助エーサー。海だー。水着ギャルだー。今回救出する人数は6名。直ちに急行せよ。まあもう一回実務経験があるからな、余裕しょ。まだ一回しか経験してないのにそんな自信持つな。はい、1名発見しましたー。なんか出すのも慣れたもんだな。俺のね。相変わらず患者に乱暴な。はい、1名様救急車にご案内。今なら漏れなく献血する権利が与えられます。患者殺し気なの。はい、1名無事に救出完了。海だー。救助中に何回水浴してんだよ。 SNS にあげる。天井待ったなしですね。あ、でもこの上に救助者2名発見。私の海水浴により発見できたわけなので了承をしてください。しねえよ。うわー、海気持ちいい。もう海水浴の下りは終わってんだよ。やるならもっと早くやれ。できないのでは人じゃねえよ。おい、これ金庫じゃねえか。早く救急車に運ぶぞ。人命救助者や。この金庫持ってトンズラしましょうぜ。これで一生遊んで暮らそうぜ。この根っからに。えさ、ほいさ、お前らまだ金庫運んでるのかよ。はい、金庫ご案内。人命を優先しろ。うわーい、フラン何やってるんですか。真面目に聞いて。うわーい、おい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 、お前らも。うわーい、お前らも真面目にやろうかー。えさー、ほら霊夢早くしろ。また少年心をくすぐるものがあるじゃないか。いやー気持ちいい。これずっと遊んでいられるやつですよ。うひょーい、フラン今のもう一回やってきましょうよ。いいね。6名はすぐそこにクラクラしてる人が2人もいるだろ。しょうがない、先に救助してから遊びに行こうぜ。しょうがない奴らですね。お前らがしょうがない奴らだわ。よし、ここはまたダブル狙うぞ。この魚の救助はどうします。魚は大丈夫だから、この後スタックで美味しくいただくから。よし、2人一遍に行けそうだな。これ上にダイブしていく。いやいやいや、そこに橋あるから。なぜあえて危険な道を行こうとするんだよ。それが YouTuber ってもんでしょが。お前らが体張る必要は全くないから。はい、2名様ご案内。まだあと3人もいますよ。はいはい、1名発見しました。よし、あと2人ですね。誰か入ってますか。誰かいるんだったら返事してください。ここ全然開かないんです。わー、相撲取り発見、相撲取り発見。この狭いところに入れられて窒息しかけてる模様。直ちに心臓マッサージと人工。人工はいいから早く救助しろって。大丈夫かー。どの口が言ってんだよ。こちらに船の下敷きになってるデブを発見。今助けてやるからなー。いや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 、引っ張るな引っ張るな。まず船をどかさないと。今回は霊夢が少しまともに見えるぞ。よーし、おせ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 。少しも相撲取りかよ。これダブルいけますかね。勝ってない挑戦だな。別に一遍に運ばなくてもいいだろ。いいや、我々は相撲取りのダブルを成功させ、救急の歴史に名を残さなくては。変なところでこだわらなくてよろしい。おい、これ一体だけでも結構な重量だぞ。いや違う、私一人で持ってるじゃねえか。なんであいつ伸びてんの。マリサに襲われたんですよ。山の川で転んでんじゃねえよ。よし、霊夢もう一体乗せるぞ。いやさー、ほら早く乗れ。もたもたすんじゃねえ。お前ら全然誘拐犯か何かだった。うおー、倒れそうだ。これでうちらの腕がちぎれたら労災だな。腕ちぎれるまで頑張るんじゃねえよ。お前も独霊の言葉知らねえのか。敵を前にすれば手足をもがれても戦え。それがプロというものだって言ってただろ。お前らの目の前にいたのは敵じゃなくて相撲取りだよ。それよりも早く病院に運びますよ。はい、ただいま到着いたしました。今回も多くの人の命が救われました。ということで、ストレッチャーズいかがだったでしょうか。やってる方はめちゃめちゃ楽しかったです。今回単発実況ということでしたが、続きが見たい人は高評価よろしくお願いします。それではまた別の動画でもお会いしましょう。